はいどうも、買っちゃったよ、これこんだけ。お菓子屋さんで安くで売ってたし、チョコボールのいちごサクサクのやつ大好きだし、金のエンゼル見たことなくて銀のエンゼルしか見つけたことないから、銀のエンゼルが出てきた時はすぐもう近所そこら辺歩いてる子供にどこらへんあげるよっつってあげちゃってたから、こんだけ買ったら金のエンゼルも入ってるだろうし、見たことないしね、そう入ってるだろうし、もうはい開けます。開けるとこにこっちね、こんだけ買ったら、うわいい香り、こんだけ買ったらもう金のエンゼル出るだろうし、いちごのサクサクは食べたいし、ということで買ったのよ。こんなにかっこ何個入りこれ、246ハノと246ハノと20個。はい、じゃあ1個ずつね開けていこうか。はい、いきます。1個目、チョコボール好きだしさ、すごいなこの放送聞いてないねあんまりね。だってもうこれこの時点ですごいニュースかね、これ放送聞いてないな、これくちばしが出ましたと。あれこっちだ、反対だ、エンゼルがいるかも、反対側を見てねって、いませんでした。いい香りだね、うん、うん、やっぱ美味しいね、チョコボール、チョコボールのいちごは本当に美味しい。2個目はい、うわっでも銀だわ、銀のエンゼルいました、びっくりした、金じゃなかった、でもいたね、久しぶりに何年、5年ぶりぐらいに銀のエンゼル出たね、2個目で出た、これ期待、2個に1個は銀のエンゼルか。うん、銀なら5枚だって、金なら1枚、銀なら5枚。うん、美味しいね、これ期待できるよ、まだ2個だから、これはもうちょっとね、でもね2個目に出たらさ、この動画としてのまあいいやね、はいはい、何もない、これ全部食べてたら大変だな、うん、すごい長くなっちゃうから、だってもう1回銀が出てるから、銀がこのみんなの見てる人の方のドキドキ感がねだいぶないから、ちょっとはい、いきますよ、はい、何もない、もうちょちゃんと食べるよ、全部食べるけどさ、出るかな出るかなみたいなのがねないからね、これじゃね、はい、何もない、だからこれ開ける方向間違ってるね、まずね、いやびっくりした、まさか2個目でさ、2個目で出ると思わなかったよ、またこっち側だったこれない、2個目でエンゼル出るとは思わなかったしね、まあ、しかも金だったらあれだけどさ、金だからね、これもない、 なんでさっきから開ける向きこっちなんだ、ちょっとダメだよこれは、あ、こうだこうやってやればいいんだ、はい、どう、いない、あれまた電話ちょっと、はいはい、もしもし、うん、
広報世論みたいな、うんうんうん、あーはいはい、うん、でそれでいくらになってる？あーかあーあーそう、木島春樹って乗ってんだけど、あ、漢字が間違ってる。いや面白いね。あんまあのね、うん、あの晴れてる、晴れてる方の春、あんま面白いね。今ちょうどね、俺の YouTube の動画の撮影してるわけよ。今撮影してて、ちょうど撮影してる時にあんまからこうやって電話かかってきて、うん、今これちょっと撮影されてるとこだからさ、うん、このいいね。でしかもこの情報がまた面白いよ。そんなさ、こんな情報がちょうど入ってくるってことないから、まあちょっととりあえず一回切るよ、かけ直すから。はい、単独、はいはい、はい、頑張ろう。はい、いやまさか撮影してる時にあんまからね電話来ると。しかもこれ笑っちゃうの面白いよ。やっぱ世論は最高だね。この間も前々回の舞台の時にもうみんなにお願いして募金を集めたんですよ。募金を、島のもういろんな復興支援の募金をもう集めて、気持ちをたくさん預かっていただいて、で僕が振り込みするとき名前書かなきゃいけないから、ちゃんと動画で撮りましたよ、撮ってね、みんなの気持ちを振り込みますってやって、名前は木島歩きって言って、振り込むのね、書かなきゃいけないからね、やって振り込みました。そしたらいつぐらいかな、これこの電話だと最近かちょっと前なのかね、広報世論っていう世論党のみんなに配られるあるの冊子が、これどこにあるんだ、最近のやつ1個もらってきたね、この間お祭りがあって、その広報世論でね、どこいたっけ、まあいいか、あったあったあった、これこんな感じね、広報世論っていうのがあって、これで募金したのな人の募金した人の名前がもう載ってたらしいのよ。7月号だからこれその前のやつなのかな、じゃあな、きっと復興支援で寄付してくださった方々っていうのが、この世論庁のみんなに配られる広報世論の名前載ってたらしいんですよね。そしてで、あんたがやったって、春樹あんたがね募金したって話をいろんな人から聞いたよっつって、でもさ、みんなが言うんだけど広報世論にあんたの名前載ってないんだよねっつって、本当にあんたやったのっつって、いや動画で撮ったら嘘がつかないよっつってさ、でちょっともう一回見てみたのよっつって、この今の電話ですよ、もう一回見てみたら載ってたわって。木島の木は喜ぶなのに高の花の高菜って、島の字は当たってる確か、春樹の春は春夏秋冬の春夏秋冬の春なのに晴れたの春になって、でとか、まあもう全然違う名前で載ってたよっつって、すごいでしょこれ。どんだけ与論島、僕のふるさと与論島、与論島はね最高でしょ。もうそういう、もう細かいことは気にしない、もうありがとうっつって、お金振り込んでくれてありがとうっつって、名前とりあえず書いてるよ、違う人の名前になってるよっつうね、この大体の感じがもうたまんないね、素敵だね。別にさ、それ僕はさ、僕のお金だけ振り込んだわけじゃないし、僕がどうこうっていうことじゃないので、もうはっきり言ってどうでもいいんだけど、きっと僕以外にも、木島春樹って名前の以外にもね、ちゃんと振り込んだのに違う人の名前で名前が載ってる人とかさ、そういう人いるんじゃないの、そういう人かわいそうだよね。ねえ、かわいそうっていうか、なあ、なんかあれどうなんだろうな、ちょっとがっかりするんじゃないかな。でもさ、世論に寄付する人なんていうのはさ、みんな世論が島がさ、島の役場とかさ、だってそりゃそうだ、役場で働いてる人だってみんな言うのんちゅうのはその世論の人間なんだから、そういうことを決まつよ、それは。
それ分かっててさやってるから、まあ何とも思わないんだろうけど、これは最高だね。最高。違う、もう名前全然違う名前書いちゃったっつって、あんた疑われたもんだって。みんなあんたの動画を見てそうやって言ってたよっつって、頑張ってるねっつって、見に来てくれた人ありがたいねってやったんだってねって言ってさ、わわ銀のエンゼル出た銀のエンゼル出た、すごい確率で出るね。言ってた、そのあんたお金ちゃんとそれしたのねっつって、逆に怒られたからねお金ちゃんと振り込んだのねあんたはっつって、ないない振り込んでる、ちゃんと動画でね、川崎信用銀行で、あの親切に対応してくださった川崎信用銀行でね、僕はちゃんとやりましたよ。それはでも逆に怒られて、あんたがお金どっか持ってったんじゃないのかっつってそんなことってあるんだね。本当にますます好きになった。僕は僕のふるさと与論島のことがますます好きになった笑っていいのかな本当に。これちょっと行った方がいいね。でもね、これは電話して、あのっつって、他にも間違ってる人いるんじゃないですかっつって、これ行った方がいいと思うんだな。これはそうじゃないとね。でもきっとね、そんなこと言ったってあっしーっつって、あっしーっつって終わると思ったけどね。20個入った、20個で、これが最後の20個目です。で今銀が2個、ほい、あー惜しかった。分かったよ、もう僕は分かった。このチョコボールは20個買ったら2個だから、10個に1個は銀が入ってる、でそのうちの1個が金の可能性がある、こういう仕組みでしょ。僕はもう分かった。よし、今日は面白いことがたくさんあるね。チョコボールのイチゴたくさん食べよっ。